丸亀ブルーナイター日刊スポーツカップ水面上はシリーズ初日のメインカードを迎えます。第12レース予選競争日刊ドリーム1号艇白井英治、2号艇平田忠則、3号艇細川優子、4号艇重成和人、5号艇天野智和、6号艇大竹飛鳥、以上6名の対戦です。枠番通りの進入となっていきそうです。このレース80騎が4名登場となっています。その1人インコースには1号艇白井英治、1走目はまくり差しての1着、初日連勝を狙う陰線です。人気の中心1号艇白井。2コースにはこちらは前半逃げての勝利でした2号艇平田忠則。奥側3コース3号艇細川優香、引いていきます角の4コース4号艇重成和人、前半2着船券絡みとしています。5コース5号艇天野智和、再アウト6コース6号艇大滝康香、定番通りの3対3。第12レース予選競争日刊ドリーム進入体系内から1番2番3番ダッシュ4番5番6番です。スタートしました。内側の4艇ほぼ揃ったスタート。その中でもインコース1号艇白井優勢か1マーク、インから逃げる1号艇白井、刺す2号艇平田、まくり刺してくるか3号艇細川、内からは4号艇重成、バックへと入ります。先頭は1号艇白井、2番手優勢4号艇重成、3番手2号艇3号艇並走となっています。なお第12レース、スタートは正常です。一周にマーク先頭1号艇白井、2番手4号艇重成、外を行くか2号艇平田、内からは3号艇細川、ホームストレッチ。先頭は1号艇白井、2番手争い3艇の攻防と変わっています。内から3号艇細川、外からは2号艇平田、真ん中に4号艇重成、2周1マークです。先頭は1号艇白井、2番手争い、内から行くのは3号艇細川、4号艇2号艇競り合ってバックへと入ります。2番手優勢は4号艇重成、3番手3号艇細川となっています。1番4番3番2番手3番手近い状況、レースは2周2マークです。2番手走るのは4号艇重成、その懐を狙っていくか3号艇細川、ホームストレッチも2番手優勢は4号艇重成、3番手3号艇細川となっています。上位体系は1番4番3番、レースは3周の1マークです。トップスタートから押し切っていきました。先頭1号艇白井、2番手4号艇重成、3番手3号艇細川、確定向こう上面へと入っています。上位体系は1番4番3番、レースはラストコーナーです。初日連勝で締めくくることになりそうです。先頭は1号艇白井、2番手4号艇重成、3番手3号艇細川、上位3艇1番4番3番、先頭1番白井ゴーリン、2着4番重成ゴーリン、3着3番細川ゴーリン、2番6番5番とゴーリンです。